はい、どうも、サクッと美味しいポッキーです。今回ですね、東京ジャンゴーというゲームをやっていこうと思います。ジャンゴーですよ、ジャンゴー。ジャングルじゃなくてジャンゴーね。発音よく行きましょう。で、まあ、こちらのゲーム、プレイステーション3のゲームなんですけど、こちら起動するまでにですね、なんと、3回のアップデートが来まして、なんか、プレイステーション3のアップデートと、あとソフトのアップデートと、なんか、ストアのアップデートが来まして、30分以上待ちました。もうね、若干やる気が薄れたんですけど、神ゲーらしいんで楽しんでやっていこうと思います。やっていきましょう。サバイバーかな。ゴー。人類は消えた。おい、突然すぎるだろう。俺人類なんですけど、なんか東京がジャングルになったみたいな、なんかこの物語での1年は現実世界の1分らしいです。すごい早いですね。東京はその経過を残したままなんか変わっちゃったと。おう、野生化したペット。もう豚も混じってるよ。誰が豚を飼っていたんだ。檻を破り抜け出した猛獣。もう競走馬そのまま来ちゃってんじゃん。様々な動物が自らの命をかけこの東京で、読めないね全然。この東京に生きる動物の生態を少し見てみよう。何、あのアニマルプラネットみたいなのが始まんのこれ今から。あら、かわいいチュートリアルやってきましたね。めっちゃかわいいじゃん。尻尾めっちゃ振ってんじゃん。ステルス行動の基本。何、メタルギアでも始まんのか。何、自分より強い動物に見つからないこと、それがこの世界で生き残るテクニックだ。まあ、弱肉強食っていうしね。おい、モラいるぞ、強そうなやつが。あ、こっち向いちゃった。大丈夫か、草むらに隠れるみたいな感じかな。動物に見つからないためには草むらが有効だ。あー、なるほど、わかった。草むらを使って狼に気づかれないように指定のポイントまで移動しろ。おー、車の上まで了解。あいつら狼なんだね。あ、動ける。あー、かわいい。あ、ジャンプ力たっけオッケー、行くぜ。草むらで、はい、今のうち。よし、いいぞいいぞいいぞ。はい、今のうち。はい、うまい。俺やっぱ動物としてのね、可能性を感じるわ、自分に。やっぱ俺動物なんじゃない。イエーイ、余裕楽しい、もう楽しい。肉食動物は獲物を捕食して生きている。なるほど。ハングリーゲージはお腹の空き具合。ああ、ありますね、ちゃんと真ん中に。何も食べていないとハングリーゲージがゼロになり、ライフゲージが減り始める。あ、マインクラフト方式ね。ライフゲージがゼロになると動物は死んでしまう。なるほど。何を食べるんだ。ウサギを食べるの。あそこにウサギがいるそうだな。見つからないように近づき、ウサギを仕留めろ。そんなことできないよと言いつつ確実に迫っていく。まあ、これはね、ゲームですし。見つかった。噛みつき、あ、間合いに入るタイミングを示すアイコンが表示される。噛みつきアイコンが赤くなった瞬間に R1 ボタンを押すとうまく噛みつけるだろう。 OK。 待てよ。はい。うお、血が結構出た。骨になるまで暗い、腹を乱せ。ああ、え、丸でいいのか。え、どうしたんや、どうしたんや持っちゃったんだけど。あ、食べれましたね。いやー、一瞬で骨になったんだけど。なんだ、丸ボタンずっと押したのに最初食べれなくて急に食べれたね。どうした犬、耳が大きいね。なんでこいつらさ、そんななんか、目が死んでんの。弱肉強食の世界では他の動物も食料を求めさまよっている。ほう。なんか来た、なんか来た。あ、戦いが始まりそう。ハイエナが匂いをかけつけてやってきた。敵に姿を見られていると噛みつきで仕留めることはできない。なるほど。仕留めるためには敵の隙を作り出さなければいけない。なるほど。四角ボタンで引っかいてハイエナに隙を作れ。そんなんで、隙できるか。引っかき、引っかき、引っかき、引っかき。え、どういうこと。隙って、隙、ちょ、隙を作る。あー、できたの、隙が。噛みついてとどめを刺す。はい、噛みついた。おー、やったー、みんなお、なんだ、ワンちゃん、縄張りと世代交代。世代交代、そんなことまでするの。15歳を超えると寿命が迫ってくる。その前にメスと交尾して子孫を残さなければならない。ほう。素晴らしいゲームだね。なんだ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 メスを見つけ巣で交尾するには自分の縄張りを作る人がある。渋谷駅前には4つのマーキングポイントが点在している。ハロウィンで盛り上がったところですね。
マーキングポイントの位置はレーダーで確認できる。なるほど。またスタートボタンでマップを開けば正確な位置がわかる。了解。4つのマーキングポイントを巡り縄張りを作れ。あーなるほどね、渋谷駅前ね。俺現実世界でもやろうかな、これ。スタートボタンが。よし。あ、違う。マーキングどうだ。よし、残り3箇所。さあ最後のマーキングポイント、待て、いるぞ。あ、待て、怖い、怖いよ。あー近づいてきた。向こう向け、向こう向け。右側になんか美味しそうなもんあったよ。よし、バカめ。お疲れ。あー避けられた。え、避けられることあるんだ。気づかれたのか。あーしまどっちみちボスハイエナだったの今の。美味しい。重くて持ち上げられない。まあ、とりあえずマーキングしましょう。え、ボス一撃で倒したよ。渋谷駅前の巣が使えるようになった。やっとせ。おおあそこ、そんな線路の上にあるんだ。なんかいいね、マジでガチの渋谷で。あ、なんだ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 。フェロモンに釣られてメスもやってきたようだって。あーもうこんなにフェロモンが見えたらいいんですけどね、現実世界でも。いやダメか、それ結構ダメか、問題か。え、どこどこどこ。レーダーを頼りにしメスを探しパートナーにしろ。あーハートマークで見える。よーしじゃあいくぜ。テンション上がってきた。ハイテンションすぎるでしょ。よしよし。あーこんにちは。あ、かわいい。え、メスには上げメス、ただメス、下げメスの3種類がいる。え、だがいいメスをパートナーにするにはオスもメスに見合う実力が必要だ。なるほど。結構現実突きつけられるなこれ。リアル世界でもそうですよね。捕食を繰り返してオスとしての実力を磨く必要がある。了解。このゴールデンレトリバーはまだあのメスに見合うだけのランクに達していない。え、獲物を狩り喰らいオスとしての実力を磨け。あーなるほど。じゃあまだ子供はできないんですね。あ、なに？あ、ランク上げると。あ、もうここで？いいの？こいつら食ったりして。あ、逃げてっちゃった。行くか。へぇーあ、あ、チキチキ。よーし、ニワトリもらいました。どうだろう？結構買ったんですけど、ランク的にはどうなんでしょうか。え、待って。水飲むことできるんだ。あー、いいね。え、まだこのランクじゃ無理？あ、今のランクではこのメスは振り向いてくれない。完全に止まって待ってくれてんのに。なんて優しい子なんだ。お、メスに見合うだけのランクに到達したようだ。やったー。メスの元に向かい再びアプローチを仕掛けろ。よーし、ナンパしに行くか。そんなチャラい感じのノリで行っちゃダメか。なんか大丈夫か。あ、カラスも食べるんだ。そういう買ったやつを。とりあえず、行きましょう。待ってたー。こんにちはー。おお、パートナーと合流した。ついてくんのかな。あ、ついてくる、ついてくる。アゲメスがなびいた。パートナーと共に巣へ向かい。オッケー。行くぜ、ついてこよ、ちゃんと。よーし、あテンション高すぎるだろ、このメス。さあ、来たぞ。パートナーと共に巣に行けば交尾ができる。交尾をすると子孫が生まれ、世代交代ができる。子孫にはこれまで鍛えた力の一部が引き継がれる。ほう。いいじゃん。なんで、これ仲悪いでしょ、絶対。逆向いてるよ。ねえ、お尻とお尻で会話してるんだけど。了解。早く来て。おい、なんか変な奴がいるぞ、あいつ。あいつ見ようと。俺たちの交尾を見ようと。まあいいか。よし。交尾。あ、なにこれ。結構リアルな感じで。まあ、ここら辺はちょっとモザイクかけておきましょう。プライバシー的なね。じゃあ。わあ、嘘でしょ。え、めっちゃ子供生まれたんだけど。え、やば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 。かわいすぎるだろ。あ、全員ついてくる。やばい。面白いな。なんだ？え、ゾウまでいんの？てか。狩り、捕食、逃走、世代交代、動物たちの瞬、ちょ、読めないんだけど。世界の行く末を見届けることができる。東京ジャングルの、東京ジャンゴーの幕開けだ。了解。この建物なんだろう？なんか見たことあるような、ないような。東京のどっかなんでしょうね。うわ、なんだなんだ、かっこいいかっこいい。おー。またここか。ジャンゴーベイビー。こっからが本番ですからね。ポメラニアンか？
草食動物、日本人か。え、今この2つしか選べない感じか。え、待って、やばいよ、これ。これ絶対やばい。あの、サーベルタイガーとかじゃないの。そんなやつまでいんの？ポメラニアンか日本人か、迷うが、お前だ、ポメラニアン。俺はお前で、この世を征服する。スタートかっこいいな、なんかやけに。渋谷駅前、来た。え、ね、突然始まったね。あ、とりあえず縄張り作ればいいのかな？よくわかんないけど。で、食いまくればいいのかな？とりあえずひよこ行っとくか。ひよこは朝飯みたいなもんなんで、多分、こいつらからしたら。とりあえずマーキングするか。で、なんかどれくらい生きたかみたいな、どれだけ長く生きたかを競うらしいですね、このサバイバルモードでは。ストーリーモードではなんかストーリーがあるらしいんですけど、今1年目っぽいですね、上に書いてあるけど。まだ生きたい俺は。痛い、なんだこいつ。ゴールデンレトリバーだ。痛い、ちょっと待って、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。え、ライフ見て、俺のメーターもうないんだけど。ちょっと待って、負ける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 。ちょっと待って、もう死ぬんだけど俺。やめて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 、やだやだやだ、ついてこないついてこないで。オッケーオッケー、危ねえ。頼む、このまま何事もなく行ってくれ、どっかに。待って、結構今ピンチだからね、マジでマジでピンチだからね。やばいやばい、ハングリーが減ったらまずい、体力ないからさ。待って、一応バレなかったっぽい。水飲んで、で、待て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 、3年目行ったっぽいけど、肉が食いて、肉が。ゆっくり行け。よし、あー、うさぎもらった。やべ、夜になってきた。夜とかもあるんだ。まずいぞ。夜は視界がめっちゃ見にくい。あんな飛んでる可愛い子もあんな可愛い子も食べれるの？あ、え、待って、メスか。あー、汚い動物に触れると飲みを移されてしまう。え、水場に入るか、薬を使って飲みを駆除しろ。え、何やってんの、何飲み移してんの。しかもなんでついてきてんのこいつ。ちょっとやめて、飲み移されてついてくるとこ最悪なんだけど、ほんとに。お前ジャンプしてんなよマジで。あー、よしよしよし、オッケー、飲み取れたっぽいな。よかったよかった。え、何この子、なんかすげえついてくんだけど。じゃあ巣に帰ってきたんですけど、なんだこの巣にいるやつ。まあいい、邪魔だ邪魔だ、どけお前ら。あれ、俺の巣どこ。あー、あったあった、交尾中断。どういうこと中断って。とりあえずこいつついてくるから交尾するか。するしかないよね多分。あ、ここら辺モザイクね、若干かけといて。まあ、プライバシーがあるんで、こいつたちにも。だから、あおーんってやめろ。あー、赤ちゃん、かわいい。ポメラニアン2世。群れを作ると自分が死んでも群れの仲間に操作を引き継げる。なるほど。群れの仲間を倒す、戦わせることができるんだ。あ、なんかすごい奥の方へ来れた。すげえ、日本の建物が。あ、豚もいる。豚肉も食べたいけど、ちょっと散歩するか、ここら辺。待って待って、なんか狙われてる。あー、あー、ちょっと待って、やばい、ちょっと、あー、痛い痛い痛い、何こいつ、何こいつ、ちょっと、あ、何こいつ、何こいつ、ちょっと待って、早く隠れる。なんだこいつ、すげえ荒い。痛い痛い痛い、気づかれた。まずちょっと、ここはちょっと取りたい、ハトだけ取りたい。やめてやめてやめて、だ、ま、何こいつ、何こいつ、本当に痛いって。ちょっと待って待って待って、あ、危ない。いや、来れるんかお前も。なんだな、死ぬ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 、ちょっと待って、死ぬ。10年突破、いや全然嬉しくない。待って、死ぬ、体力がない。待って、ま、え、どうだった、どうだったの。待って、どういうことが分かった、これ仲間が死んでる、ほらここで。嘘でしょ、だから切り替わったんだ自動的に。一人死んじゃったってことでしょ。マジでなんだよこいつら。多分人のあの檻に、檻ってか縄張りに入ったからだろうな。まずいってマジで。あ、上登れんだ。痛い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 、死ぬ死ぬ、助けて。ちょっと待って、いや、ちょっと待って、カラオケ館、カラオケ館の上を行く。待て待て、なんか変なやつに、また、嘘。おい、狼は来て、あー、もう見たくない見たくない、そんな食べないで。僕が操作してたキャラを。あー、10年目かな、10年目でやられちゃった。僕はですね、なんか世界的なランキングが見れるんですけど、1万960ポイントだったらしくて、661位でした。わあ。ということで、もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタン押してってね。いや、面白いよ、東京ジャングル。いや、また機会があればやりたいですね。ではポッキーでした。また次回しましょう。じゃあ、バイバイ。